おはようございます、のですので今日も朝のぼやきをね久しぶりにやります、もう朝のぼやきというか、今、シャンプーを出たとこなんでね、ガサガサでございますけども、えーまあ、今日はね、偽物は自動的に市場が排除するっていうことなんですけども、これちょっとね、えーまあ、おはようございます、どなたかが1人視聴してくださってます、4人ですか、ありがとうございます。<laughs> あの え今まで私ね、ねっか塾というものを2013年からやってきて5年間あ、足かく5年になるんですけども、もすごく面白い現象で,で、すねあのまあ、私が批判をしなくても、その人のね嘘をばらさなくても、おはようございます、川島さん、自動的にね、あ千谷さん、おはようございます、自動的にまがい者っていなくなるんですよね、だから、まああの足引っ張り合わなくていいということなんですよ、あ山口さん、おはようございます。 えー、おそらくこの時間、フェイスブックを開けるとですね自分の意にそぐわないようなコメントを見かけることがあると思うんですけどもそれについていちいち大、ね、津ちゃん、おはようございますあの過敏に反応しなくてもいいんですよ、まあ、ともすればですねもう正直に言いますけどもおはようございます和さん私のところにね電話をしたりとかメッセージとかメールを送ってこんなやつがいるんですけども久保さん、どう思いますか許せないですよねっていう,ふうにして僕を同調させないでくださいね。 お前はどうなんだと叱られるのがオチですからそういうことが気になるお前はどうなんだと <laughs> 腹が立つのは分かるけども今日なんかね急にメッセージが来てなんか信頼関係もないのにメッセージあのなビジネス誘われるんですよみたいなこと言いますけども誘われるあなたに問題があります。そんなの <laughs> はいおはようございですけどね、楽しいんでいいんですけども、もそういう,ふうなことがあるから私もこうやって放送ができるんで、ネタになるからいいんですけど、もねあの自動的に偽物排除されますから、あのー、瞬間的になんかノウハウに乗ってですねたった1ヶ月か2ヶ月、たまたま稼げたものを月収50万ですとか月収100万ですとか歌ったところで、そういう人はね3ヶ月ぐらい経ったらいなくなっていくんですよ。ともすすればですねその発言 が、もう全然悪いわけなんですよ。誘われるだけありがたいと。そう。和さんね。誘われる時ありがたいと思うことも必要です。あのでもね。本当私もですね。未だにですね。あのアフィリエイトを勧められますよ。うんなんかね,ね。facebook で友達を一気に3000人にする方法を教えます。とか言って <laughs> お,お前。俺のタイムライン見とるんかと。<laughs> ユニークですよ、ね、私もね。5000人の友達になっても長いんですけどもいまだに友達を増やすノウハウですよってかっこい1万人とかにフェイスブックいつの間にかできるようになったのかなみたいな感じですけど <laughs> いなくならない強くて強くて <laughs> あそうか <laughs> あそうですねまあ私の周りからいなくなったってことですかねただ単に <laughs> あのフェイスブックとかメルマガとかねあのリアルで会うく空間であの なんていうのか間買い物とかねイカ様っていうのが、うん、いなくなりましたね私は自然とこの何年かでそれは多分私の行動とか私のしている発信を見てあもうこいつは誘えないなぁと乗ってこないなぁと思うから来ないのかそれとももうズバッと私がねそれ インチキじゃないですか？って言うからかなと思うんですけどもね。うん儲かればいいみたいなこと、私も思いませんし、やっぱりこう。昨日もね。ちょっとお話したことがあるんですけども、ビジネスってお金を払った方もサービスを提供した方も両方両方ですね。両方得するから成り立つと思うんですよ。うん、あのー、スターバックス行ってもね。コーヒーなんての500円ぐらいで飲めますけども。 コーヒーの原価なんてね50円とかそのぐらいのもんなわけですよ、うん、でもなんでそんなにね10倍ぐらいの利剤をつけて売ってお客さんが喜ぶのかって言ったら空間ですとか時間とかね、えーまあ、人が介在するサービスとかっていうものもろもろで値段がつくと思うんですよねああ正義チーム結成素晴らしいチャルネさんよろしくお願いしますズバリ稼が済ますわよということでね私もねあの番組大好きだったんですね まあなんかねズバリ教えるわ、世の中ね、ね今すごく稼ぐ方法が溢れてますしまあ、稼ぐって言葉自体私も,もう使い古したというかねあんまりそんなに強調したくないんですけども要するに真人間になったら自動的に稼げると、うん、いろんなものをあげます、あげますって人になったら自動的に恩返しがもらえて結果、稼げるようになるとこの法則は全然変わらないですね。であの ななかなか結果が出ない人っていうのははっきり言って、そのお,お人を見てから誘ってほしい、お信頼関係できる、うん、そうですね、あのー、そうなんです人を見てから誘ってほしいっていうのも、その通りなんですけども、私はいつも思うなんですね、まだまだ無名だな久保哲郎、まだまだ無名だな即果塾と、アフィリエイトランキングでトップね、10に入っても、あ,あ入ってる、私も入ってます、ありがとうございます、おう、千原さんと組めばね、もう天下が取れると。 タワーマンションに住むじゃなくて、タワーマンションを買えるようになりそうですね。<laughs> まあ、私、もう住まいはいいんですけどもね。あの、でも、楽しいですね。やっぱり、あの、ビジネスってのは、何がいいかって言ったら。純粋に楽しくって、あの、もうね、やめたくなくなるわけですよね。ええー。 そこで例えば利益が上がってなくてもビジネスする行動自体が自分をすごく豊かにしてくれるんで止まらなくなるわけですよ。それをですねすぐに辞めていく人とかズルさに走る人っていうのはもうビジネスをしたいからじゃなくてあのビジネスを利用して自分の富を増やしたいっていうねちょっとまあ私から見ると根性曲がってるんじゃないかなと思います。まあもちろんですねあのビジネスの結果として報酬を得たいとかお金をたくさん稼ぎたいっていう動機もあると思うんですけども。 大きななああののそそううでですよ、ね、ですよよねん副業以下とかあのまあ、はっきり言ってなめるなと思いますよねあのネットビジネスとかネットとかパソコン時代で何とかしたいっていう人はあのちょっとねここは忠告させてもらいますけどもその世界にはあのまあ、私がいるわけですよそしてまあ和田さんもいるしねでもっともっとすごい人が山ほどいる要するにネットのビジネスのプロフェッショナルが山ほどいて24時間 寝ずにやってもまだ25時間できなないいのかみたいなねモンスターがいっぱいいるわけですよそういうところに「あちょっと副業レベルで」みたいなね「あダンサーさんおはようございますん子さんいつもお世話になります」「ちょっと副業レベルで」ってちゃちゃっとやってね「ワンクリックでどうこう」とか言ってなめた根性が入ってきたらもうね叩きのめしますよもう一瞬で排除されますよそういうことではないんですよあの「ワンクリックでどうこう」とかねなんかありますけどキャッチコピーが。 あおはようございますさんおはようございます、まあそういう形で入ってきて本当にワンクリックでなんとかしようと思う人はプロダクトローンチに引っかかってで最後のバックエンド購入してくださいとでバックエンド購入してコンテンツ開けもしないみたいなねオチに入りますから店舗を借りてうん <laughs> そうそうそういうことですよね和田さんね 綾、えー、さんそう、提供と感謝なんですよ、みんなね、提供と感謝全然足りてなくて、してるつもりでも誰もしてないと思いますよ、あまあ、あの受け取る力にもよるんですけども。 受け取りきれてない人もいるんですけども、も提供がね全然できてないと、例えばね何かいい話ありませんかとか、この人とつながってたら何かいいことありそうだからみたいな、これ、提供じゃなくって、もう強奪、奪う、盗賊の根性ですよ、この人と一緒にいたら何か自分に得がありそうだからっていうふうに考えてないですか、違うんですよ。 この人に提供できそうだからこの人とつながっておこうっていうふうな考えを持たないと、あのー、提供っていうのはできないですしビジネスもできないですし人間関係もできませんだから皆さんの周りにはですねどんな人がいるのかっていうことがあなた自身の暮らしを作ってるあなた自身の発言を作ってるあなた自身の思考を作ってますああ美香ちゃんおはようございます合宿よろしくお願いします <laughs>、ええということなんですよだから何かいいことないかなって言ってこうやって探しちゃダメですよ違うんですよ このいいことを受け取ってもらえる人誰かなっていうふうに探すのがあビジネスでありますしまあもっと言ったらですね人生だと思うんですよだって自分の子供とかね自分のお父さんお母さんに何か欲しいな何かくれませんかって考え,考えてますね結構ね皆さんねいや私だけかなうん <laughs> やっぱり44にもなるとですね残りの私の場合は残りの人生でどれだけ えー、両親とか家族にしてあげれるかなっていうことにフォーカスしたんでちょっと社会とかかって暇がなくなってきたみたいなねうんうんうんそう中途半端にビジネスの形にしつこできないよね山田さんそうやねだからやってきた人ってこういうふうに発言が全然違うわけですよではっホにあちょっと変な音が入りましたすいません あの行動してきて結果を正しく出してきた人ってもう完全にですね発信が違うんですよ発信そのものが人に気づきとか提供とか感謝を与えてるってところなんですよねでもそうではないと形だけなんかちょっとねノウハウに乗っかって儲かっちゃいましたとかねあのなんかうまいことないかなみたいに考えてると発言がもう本当あかんなもう全然あかん行動もあかん <laughs> なんか簡単なのがもう降ってきたらそれに乗っかってそれを拡散するみたいなことでねなんとかしようと思ってますよねで最近ね私は暗号通貨ってものをしっかり関わってるんですけども暗号通貨の暗号通貨ではっきり言ってね誰も稼いでないですからねこれはっきり言いますけども、うん、暗号通貨で稼げてる人はいません <laughs> みんな買ってるだけ <laughs> あの暗号通貨で稼ぐってことは暗号通貨売らないとダメですよ 暗号通貨売りましたか、うん、100万とか200万とか売って,売ってもですねボリュームが100万なら100万以上稼げないですからねやっぱりこう1000万とか、ね、5000万とかっていう単位で暗号通貨を売る暗号通貨の紹介をする人はコミッション入りますでも多くの人は暗号通貨を買って値上がりしたら将来儲かるんじゃないかなっていう,ふうに考えちゃうんですけどね未来に、ね、期待しすぎるんですよ。 大した根拠もないのに確かに仮想通貨ってのはこれからボーンと広がっていきますよ仮想通貨の市場は広がっていきますそれは確かですでも肝心なのはどれが当たるか分かんないってことなんですよだから適当に乗っちゃダメですよ皆さん厳選して選んだつもりですけども上村さんおはようございます適当に乗ってますすビットコインですら あの大した根拠なく乗っていると思いますよねビットコインの仕組みをきちんと理解して市場性を理解して乗るんだったらまだあの目があるんですけども結果的に同じビットコインにしてもねなんでそれを選んだのかってことが大事なんですよ。ああ片さあ我々はどっちかというとあの物を選ぶセンスがななさすすぎると、うん、これなんですよどんな思考に触れれば自分の思考が最大限のパフォーマンスを出すかってことすら分からずに流行ってるからみたいなね。 流行っっってててるるるかか、かか、らら乗乗みみとと話題だから乗ってみるとかこれから東京に、えー、宿泊とかね、まあ、民泊とかね、エア BNB とか、まああのー、宿泊需要がこれから東京オリンピックに向かって高まるんじゃないかと思ってですね、宿泊業界とか、目を向ける方とか、投資する方いると思いますけども、これもちょっと見通しが甘くって、確かにそちらの業界は、あ熱くなるでしょうと。でも その業界の中の一つの会社二つの会社にしかエントリーできないわけですよ我々はじゃあその一つとか二つとかを見極める目があるんですかってことになってきますだからそれをね見分けられないのに業界のどっかに入っていけば大丈夫だろうとか誰かが選んだから大丈夫だろうとかね流行ってるから大丈夫だろう、ね、はっきり言って流行りっていうのはすごく危険ですからね流行ったが流行ったがゆえにあの選ばれないってこともあるんですよむしろそっちの方が多いです例えば去年年流行った服なんてのは今年 去年流行ったからもう買えないですよねだって去年流行ったものを今年買うと逆にこう、まあ、いわゆるダサいじゃないですかだから去年が流行ったものはみんな避けて買うんで去年のヒットしたものって今年はね全く売れないんですようん、まあ、こういうことが起きるんですよで今年売れないもんですからまだ情報が遅いところに行商行くわけですよね七流れ品大放出みたいな感じでねでそこで地方の方はまんまと買ってしまうっていうことなんでえトレンドっていうのは 中央から生まれてだんだん地方にこうバトンタッチされていくって形なんですよねだから我々は常にそういうのに載せられているってことなんですよさあそれではですねトレンドに乗ったりとか業界が流行ってるからその業界の中に飛び込んでいけばいいということではないってことはね、えー、もうお分かりいただけたと思うんですけどもじゃあ一体どういうふうにすればあの正しい情報を選ぶ目が持てるのかと言いましたらこれはもう完全にですね 正しい結果を出している人とか正しい情報を選び続けている人のところに行くことですここが非常に大事ですでそこに入るには当然ですけども、えー、資格は特にありません、えー、人脈あれば大丈夫ですただ人脈を安く見る根性がある人は入れません例えばですねあの年収が3000万とか4000万とか5000万という人の仲間に入ろうと思ったらその人たちに見合ったですね出費が必要になってきます 例えばパーティーに行っても一発で10万とか20万なわけですよ、それをたびたび呼ばれるわけですよ、地方にお住まいの方はもしかしたら地方ではやっていけないんで、来週東京来れる、明日来れるみたいな感じになってきます、それが軽いノリで行ける人、こういう人には権利が回ってきます、えー、お金もね、時間もかかりますけども、少なくともお、ね、この私の放送を見てくださっている方っていうのは、まあ、あの100万円とか200万円稼げればいいよっていうレベルではなくて、できれば億とかね。 稼いじゃいたいと思ってるはずなんですよ。一億とか二億みたいなのね、バマンボ,ンボンと稼いで楽になりたい、自由になりたい、そして多くの人に感謝したいと思ってるはずなんですよ。じゃあね、その数千万とか数億を狙う人が最初の十万二十万で躊躇するとか、その最初の十万二十万すら作れないっていうのはどうなんですかねってことなんですよ。その十万二十万が作れない作れない時点でもうね、いくら億とか妄想しても永遠にたどり着かないです。で、えー、例えば人を使うときね、人に何かね。 物事をお願いしたりとか、ホームページ作ってくださいとかね、動画の作成編集お願いしますっていう時に、5万ですって言われて、高いなって感じたら、もうこれは全然センスがないですよね、人を使うときに、特に自分よりも高いスキルの人をこう使うときにです、ね、時給800円とか1000円みたいなマクドナルドの時給をこう基準にしちゃだめですよ。やっぱ人の人の生を使うわけですから まあ大体1時間で万の単位の人件費がかかると思って人には依頼した方がいいと思いますよねで、こういうところがですね多くの人にまあ足りてないというかなるべく安くとか、できれば自分は払わずにっていう風に考えてビジネス入ってくるんでうまくいくわけないんですよ。 だってあの自分よりもスキルの圧倒的に高い人に依頼するわけじゃないですか、皆さんね、だいたい一流と付き合いたいと思って自分よりもレベルの高い人と付き合いたいと思ってるんですけども、そういう人に対しての敬意というのか、ね、付き合い方が悪くってお金が払えないんですよ、そういう方に。うん、でお金が払えない、今、手持ちがないんですとかね、えー、実は借金があってっていう事情も分かりますけども、その今現時点で借金があるとかお金に自由がないっていうのは。 これから出会う人のせいではないですよね少なくともこれから何かを申し込もうとかメンターをお願いしようとする人に頼むことではないですよねもうあの自分が間に合ってないわけなんですよ、うん、最初にその私今度も合宿ありますけども合宿はですね熱海でやるんですよ1泊2日のこれ20万円です合宿が1泊2日で。 でこの合宿に参加したい方っていうのはまだいるんですけどももう締め切っちゃったわけですよ100万払っても入れませんでも最初に一番最初にエントリーした方って3万円でいけてるんですよ募集した初日って3万円で募集しましたからねだからその時点で3万円がない人はもう資格がないわけですよだって合宿4月の、まあ、2223ですけども1ヶ月以上前にリリースしてるわけですよねその時に3万円が払えないってことはですね 3万円が払えないって、だって1か月以上なのに何で3万円払えないんですかって話ですよね、10万だって20万だって作れるじゃないですか、徹夜してですね稼いでくださいってことですよ、そのぐらいは、そういうのがビジネスですかビジネスっいうのは徹夜することもありえますからね、それをビジネス始まってない段階で徹夜を、ね、ビビったりとか10万、20万が作れないってことではもう見込みがないかなと、はい2年前に100万コンサル申し込んだら、吉田瑠太郎、麻衣さん、ナイスですよ。 あのねはっきり和田さん、僕らは10万払いって言われても100万払いって言われても似たようなもんですよ、もうこれは。<laughs> だってあの相対的にはただみたいなもんじゃないですか、あの教育とか情報なんてね。 あの相対的にはただ同然という言葉なんですけども私、本当いつも思いますけどもあのコンテンツがね、まあ、10万とか5万とかでポンズ出たら即買いですよもなんかよく分からないけど、まあ、買っとけみたいなねで買ったら必ず気づきがあるんでそれをじゃあ結果的に10万とか30万というボリュームにこっちで変換すればいい話なんですよもうちょっと具体的に言うと1万円でまあちょっとね、えー、もうちんけなビジネス売ってましたでも,でもですよ、それをよく見てなるほど、こういうビジネスがあるのか。 じゃあこういうビジネスがありますよっていう風な放送を通じてまたリストを集めていけばいい話なんですよねだからこういう風な発想を持たないといけないですあの瞬間的に何かを買ってその瞬間に対して出費をしたって考えるんではなくて出費をして商品とかサービスを手に入れてそれから自分の寿命が尽きるまでにずっと使い倒していけばいいわけですよだからそういう形ですよねだから今度の熱海セミナーも 参加された方はラッキーなのは、ねまあ、少なくとも私という人脈とか私の発信しているビジネスっていうのには一歩あの近くなるわけですよじゃあその一歩近くなったものをずっと使っていけばいいわけですよねでもビジネスその熱海合宿に参加しない方っていうのは一歩すら近くなってないんですよ一歩すすらですよ <laughs> だったらもう一生何も使えないじゃないですかずっとゼロが続くだけですよでね吉谷さんの本当情報発信バイブルはね 結構、ね、内容がすごくいいんですけどもあれもですね読んでないわけですよほとんどの人はっきりで買って読んでないみたいなねもう <laughs> だから儲ける方法山ほどあるんですけどやらないんですよだって私もですねもう山ほど稼げる方法をお伝えしてきましたよ無料有料問わずじゃあ,あデビさんおはようございますやってますかってことですよね はっきでやって結果が出ないなんてね、転売にしたって絶対儲かるじゃないですか。カメラ1個仕入れて、3000リザーヤつけて売りましたってったら3000儲かるでしょ。やらないじゃないですか、それをね。最初の仕入れすら、ほとんどの方はやらないですよね。アフィリエイトだって、あのサイトを作って、あのメルマガ作って記事を書いて、そこにアフィリエイトリンク貼ればいいのに、もうやらないですよね。私はそれを今まで、今日もやってますからね。今日,今日もですよ。でも、ちょこちょこってやるだけじゃないですか、もう本当に。 あのちょこちょこってやるだけの中に私のやってきたその4年間とか、ね、5年間全てが詰まって1つのキーワードになってるわけですよだからその1つのキーワード1つの発信に対しても厚みがやっぱあるわけですよねだってずっと続けてるわけですから昨日今日始めたわけじゃないですよ先日ながら広島であのアフィリエイトでね私以上に結果出してる人がいたら出てきてくださいっていうことを、ね、言いたいです出てきてくれたら弟子入りします 本当に教えてくださいということですけどねあの、まあ、そういう形で私もでも2013年アフィリエイト報酬0円でしたよ自己アフィリエイトの20万があったぐらいですよ25万だったかなという意味ではスタートラインは一緒なんですよで今日から自己アフィリエイトを始める方でも1ヶ月後にね何十万とか何百万とか十分お金作っていけますからじゃあもうねお金でなんか悩むとかお金で揉めるとかっていうのはいかにねもうなんか まあし,まあ、しょうもないというかね、うんまあ、今までの人生を本当にちゃんとやってきたのかというふうなねまた劇が飛ぶわけですよ、まあ、あの皆さんねそれなりに自分なりに努力してきたみたいなことを言うと思いますけどもはっきりその努力のね質とか量が少なすぎるんだと思いますはい、えー、と和田さんのコメント完成度を2割下がりでスタートすればい、ね、いそう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  <laughs> そうそうそうなんですよあのねスピードが一番大事ですよだって あの満足のいくまで準備が整ってから行動する間に時間すごい過ぎますよね、チャンスすごい過ぎますよね、はっきり言って、ね、何にも結果が出てないけども、も1割ぐらいしかできてないけどスタートすれば、それで1割で当たるものがあるわけですよ、1割で気づくものがあるわけですよ、だからなんですよ、だからなんですよ、行動が最大の準備です、行動することなんですよ、じゃあ,、ねねあのなんか、セミナーをやりましょうなんて、私ね、数限りなく言ってきたんですけども、もやらないんですよね。 でやった人は少なくとも収入になっていますでもやらない人はいまだに、えー、立ち止まっていますよねだってお金に困ってるはずなのにお金のおこう問題を解決する行動を一つも取らないわけですからそんなうまくいくわけないですよね適当に情報を取ってあこれは私に向かないかな自分ではや,れやりにくいかなとかねあなかなか子供が親がとか言ってね、うんうん、でその問題が今日まで続いてるわけでしょでも子供だ親だとか言ってもね いいんですよ、その時はあ迷惑かけてもだって取り戻せるわけですからで私がよく言うのは3ヶ月は事情を話してこれだけやらせてくださいっていう,ふうに周りの人にね、えー、親とか兄弟とか家族に納得してもらってそれで3ヶ月で成果を出してそれから3ヶ月後に謝ればいいじゃないですかこう結果が出ましたともう今まで3ヶ月ごめんなさいとこれから大いに恩返ししますとそしたら長い人生でね3ヶ月間は、まあ、そういうふうに何かにこう集中してね 対応できない時があったけども許されるわけですよそれがですねその3ヶ月も腹がくれないからいまだに曖昧なまま過ごしてきていまだにいま <laughs> だに変わってないでしょで変わってないわけですよ皆さんの周りにもいませんかえっ、ー、と今日ね Facebook の記事をこうやって読んでると私のところにはですね本当に いわゆる泣き言みたいな記事はもう届かなくなってきてますあのフェイスブックの友達が5000人になるとどういうことが起きるかっていうと友達をです、ね、こっちから本当に削っていかないと新しい方が入ってこないんですよどういうことが起きるかっていうとあのもうせ越ながら私と友達になって私の情報を取りたい積極的に取りたいっていう人が列を成して待ってるんですよでその中で無意味な友達が5000人の中に何十人か何百人か私もいます だからそういう方も見つけて日々削除する日々なんですよで30人削除したら並んでた30人が一気に友達申請来ますからねだからそうなると友達の振り分けをしますよってことを言わなくてももう完全に質が良くなっていくんですよクオリティを求めても相手が価値観を感じることもなくそう,そうなんですよ100回,あの100回やって1回成功したら優秀な方でですねもう200回300回やってやっと1個当たるかなどうかなっていうぐらいの自己否定論ですよこれも。 だって23回やったら当たるだろうとかねこんなに頑張ってるのにとかねほとんどの方が思っちゃうんですけどもいやいや100回200回は頑張ったうちに入んないですよと、うん、300回頑張ったうちに入んないですよと500回やったらちょっと汗かいたかなみたいなレベルで自分は低レベルなんで人の1000倍やらないと結果出ないですよっていうふうに、ね、考えていかないといけないです川島さんはねずっと言ってください <laughs> ブックマークしておきますからね, <laughs> えっとね今のところね ーとよく言われることなんですけども数週間とか数ヶ月タイムラインの更新がない方とかは私を見つけたらあの排除していく傾向にあります要するに発信も受信もしてくれてないもう完全に死にアドレスになっている方っていうのは私とつながってても、ね、しょうがないですし私の発信から受け取るものがないからだと思うんですよ。私ののの発信でで受け取るものがあああればきちんとと記事に書いたりとかですねまああの こんなことを感じましたというのは感想を書いてくださるとかというアクションが起きてきますから要するに双方,双方向 SNS が起きてきますのでそういう方はやっぱり、ね、残しておきたいんですけども、まあ、あの見ても聞いてもないとかねログインもしていない人っていうのはもう完全にいらなくなってくるかなと思いますはっきり言って私に対する批判というのも1つのアクションですからそれも私、ね、わざわざ残してます私と違った意見の方も1割ぐらいわざわざ残してるんですよ。 ただやっぱりね大いなる勘違いちゃんっていうのは結構いましてですね。あのー ビジネスを全くしたことがない方がビジネスをしたことがあるかのような記事を書くっていうのはもう最初の1行で分かりますんであこれはだめだなと思います、あの何を言っても、ね、発信っていうのが全てなんですよ、お1行書けばそれから話せばですね1分ぐらいで何をやってきたかっていうのはもう完全に分かりますんでネパール人の友達、あ,あのねネパール人に限らず私もフィリピンのお友達って結構いるんですけどもあの英語でね英語でコミュニケーションするんですよ。 うん、だからそういう意味ではすごくね e ラーニングではないですけどもトレーニングになりますのでやってますよ、ね、たまには英語で電話をしますそういう意味ではフィリピンの方とつながっておく、まあ、多いなあのなのていうかな20代ぐらいの女性が多いんですけどね日本人に対してメッセージを送ってきていきなり電話してくるみたいな私、いきなり電話してきたらいきなり電話と取りますからねで英語でペラペラペラ喋るわけなんですけども結構、周りの人びっくりしますよねあ久保さん、英語喋れるんだみたいな喋れますやもん、今更もう何歳だと思ってるんですか <laughs> 私の基準でやっぱり30過ぎたら英語はちゃんと喋れた方がいいですあの喋れないと情報でビジネスできなくなりますからこれからどんどんね苦手な方もとりあえずネパール人の方とねちょっとこうなんですかメルトモになっ,とった方がいいと思いますよ、うん、楽しいと思いますよはいで今日はね放送が長くなりましたけども、えー、何をするかと言いますと今日はあの私津山の方に行っていきます津山でですね最後の桜を 見ながらですね 忠、えー、義桜をやってこようかなと思いますけどもね私もね三味線とか民謡をやりだして、えー、とまだ1年にはならないんですけども早くもです、ね、半年過ぎましたもう150日ぐらいですよねかなりステージもこなして昨日も1件あったんですけどもやっぱり一つの曲を生まれた背景の土地とかを巡る旅っていうのを今やってますねそうなると多分ねこういうことなんですよこれちょっと今日の会話の最後になりますけど私ねいろんな仕掛けを3年後に向かってやってますけども民謡とか三味線もですね ネットのの環境っていうのはガラ空きでで、ございます。で私が三味線民謡で曲をやるじゃないですかその曲の源流っていうのは、ね、日本の中の土地があるわけですよでその土地に行くと大体記念碑が建っててそこに民謡の歌詞とかが書いてあったりとかですねそ,それがなでできたかって老いたしが書いてあったりするんですけども超アナログなんですよじゃあそれをサイト化するっていう作業を私得意分野じゃないですか動画にしたりとか記事にしたりとかワードプレスで書いたりとかね そうしたら何が起きるかって言ったらこれから三味線民謡っていうのは世界の文化です日本人はほとんどの方が日本の文化を忘れましたけども世界では日本の文化はものすごく熱いわけですよじゃあ私は英語のサイトを作りますね英語のサイトを作って三味線民謡尺八琴、日本芸能こういったものをポータルサイトをボガッと作りますからね作ってますからねどういうことが起きるかって言ったら私のです、ね、サイトが圧倒的な世界一のものになると思います3年後に今はそれを一個一個やってます 例えば仙台に行きました、この前も宮崎行きました、宮崎の一番南の端っこ行ってですね写真を撮って動画を撮ってそこで行われた三味線のね全国大会の出場それに参加してその記録を取ってそれをサイトに埋め込むとじゃあ47都道府県の三味線民謡も数千曲あるわけですけどそれを全てですね私が一元管理したらどうなりますかってことですよ、でこれをやってる人いないですよね興味を持ってる人すすらいないなです皆さんね。 トレンドだーとか言って、ね、YouTube 行ったりとかねインスタグラム行ってますけどもそこで過酷競争をお互いに起こして誰も儲かんないみたいなことやってますけど私はそういうところには全く参加しません参加せずに誰もいないところでね誰もいないなところでコツ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 ツ積み上げているわけなんですよだから誰もね戦ってないところに行けばいいんじゃないかなと思いますよね下手にもう流行ってるものに飛び込むっていうのはカモになりに行ってるわけですよ FX が流行ったよって言ったら FX の教材買うでしょ手遅れですからねもう その教材ができるってことはもう完全に飽和してるから教材化して最後の一撃で儲けようと思ってるわけなんですよ販売者は <laughs> だからそこにあなんか儲かるはずなんだっていうふうに後追いでそこに飛び込んでいくから稼げないわけですよね全然ね遅れちゃってるわけですよということでですね、えー、私他にもですねいろんな仕掛けをしております もうね、こうやって時間があるといくらでもできますよね楽しいなということでございますさあ今日はね、えー、とこんな時間にあの10名前後の方がお付き合いいただきました皆さん今日はあの会社は大丈夫ですか行かなくてよろしいですかはい、えー、会社もね皆さん頑張って、えー、行ってくださらないと私らフリーエージェントはやっぱりこうコツコツとね毎日頑張っていかないといけないところもありますけどもやっぱり大多数の人がね と飲食店とか会社経営とかをやってくださるから私たちもやっていけるところがありますので、まあ、もし、ね、会社組織っていうところに不安を感じてそこから抜け出したいって方がいたらもちろんそれは相談にはいくらでも乗れますけども今、サラリーマンさんで頑張っている方を批判してやめた方がいいよとまでは言いませんそういう方もぜひ、ね、いてくださいただ、苦しいとは思います。うん、私は1人で稼ぐ このね、キーワードを5年間変えずにやってきました。これからも同じです。組織の一部に参加してとかね、取引先を設けてっていうことは基本的にはしません。えー、一瞬ね、ジョイントベンチャーすることはありますけども、数日とか数週間とかね、基本的にやりませんね。え、最近久保さんのジャパネットがありませんが、やってください。えー、ジャパネットやりましょうかまた。うん、わかりました。ありがとうございます山崎さん。ちょっとジャパネットやりましょうかね。 はい。ではね、楽しみにしておいてください。ジャパネットもやりますからね。で、最後にいい,いいメッセージいただきましたんで、今日はこの辺で終わらせていただこうと思います。私も喋りすぎてですね、歌いすぎて喉がちょっと壊れてますんで、しばらくね、修復する時間をいただきたいと思います。たくさんのハートマーク、たくさんのね、いいねありがとうございました。川島さん、ありがとうございました。あまたお会いしましょう。爽やかに行きましょう。